いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お友の稲垣です。そして、小林でございます。よろしくお願いいたします。これですよ。はい。ショップチャンネルさんのオンエアが、またまた6月24日です。毎月出てる？はい。毎月恒例行事のように出演させていただいています。はい、すごいですよ。ADMJ 新作が多いので、はい、やはり新作をきちんとオンエアでご紹介したいという、はい、バイヤーと私の意見がありまして、はい、うん、こうで皆様の外出が増えてきた時に、はい、やはりメイドインジャパンの日本ブランドをしっかりご紹介してくださるという。うん、ありがとうございます。一人で終わっちゃった。ということで、じゃあいつかっていうと、はい、11時。あ、はい。午前中か。はい。まだ、この今収録時点では、キャストさんがどなたになるかがわからないんですけども、はい、楽しみです。とにかく楽しみの24日、はい、月曜日でございますけれども、では、はい、何が出てくるのか。一応配信は2回に分かるんですかね。はい、そうですね。はい。はい、ということで、今日はその1回目になりますけれども、はい、第1弾。携えましたのは、はい、こちらでございます。ザ・モーツァルト、はい、そしてマーキュリー・モーダーを携えた、新作のコレクションの中でも人気だった、はい、このマーキュリー・モーダーのトートをご紹介なんですが、はい、稲垣さん、はい、かわいいと思いますよ、これ。このサイズ感、ね、なんとも言えない。そしてモーツァルトの良さがね、こうなんかこのモーツァルトのオーラが、うん、しっかり出てますよね。分かっちゃうんだよね。多分2キロぐらい先から見ても私は分かるんじゃないかというぐらい。本当にこのモーツァルトの良さと、ね、このデザインはもうお好きな方はもう今パッと見たときに、うん、分かった、買うって分かってらっしゃると思います。最近、はい、ADMJ 以外のブランドって、あんまり、ほら、海外のラグジュアリーブランドってみんな並んでたりするから。入れないんですよ、ね。そう。実際見なかった。予約制なの？なんか並ばなきゃ絶対ダメ。一人の店員の方に一人っていうコロナの後から、まあコロナ中もそうだったんですけど、なんで勝手にフラフラ見るなよみたいな、皆さん口悪そういうブランドさんもあるので、そういうふうでもだんだんね減ってはきてますけど、そういう対応になってるんですが、びっくりした。モーツァルトを使っているバッグってもうね。70万円以下はないですね。本当に。本当に私、あ、これモーツァルトだなって思って、一体、まあラグジュアリーだとどのぐらいするんだろうと思ったら、行ってみたんだ。100万円とか、本当に、真面目に、ちょっと私本当に驚いて、そりゃ ADMJ でも10万超えるわって思いました。いや、本当なのこれ。やっぱそうなんだ。いや、スースは話を聞いてて思ってはいたよ。そうなんですよ。小林デザイナーさんが海外行って買い付けに行かれるときに、本当にだからラグジュアリーブランドももう手が出せないような革を選んでこられるとか、はい、あるいはそういうものをラグジュアリーブランドの、タンナーさん側が小ばって言って、はい、君だったらこれをやれるよっていうふうに出される、その信頼関係がすごいから、そういう話を聞いて多分ただものの革じゃないから、うん、でそれをメイドインジャパンですよ。日本の職人さんが丁寧に作ってて、しかもですよ、全部パースとかも全部オリジナルで作ったりとか、ソウルスキーシャとのこれがあったりとかして、これってなんだあったりとかして怪しいものじゃございませんで、あったりとかして、うん、本当だったら多分こういう値段じゃないんだろうなっていうのは分かってたけど、それを言ってじゃあ上げさせてもらうよって言われるのが怖くて言えなかったんだけど。だから日本のブランドでって言ったら変ですけど、まあドメスティックでモーツァルトを使ってるところは ADMJ だけです。はい。もう小林久美子調査によると、でもまあこういう革を使ってます、ああいう革を使ってますっていうお話があると思うんですけれども、ADMJ のモーツァルトっていうか、もうカルティトスバディア社のモーツァルトをとエバリの効いてる革と比べてみてください。エバリ？ほら、うちはこの革を使ってますっていう、まあ日本でなくても海外のブランドでも、世界中のブランドでこの革を使ってますっていうブランドさん、はい、ADMJ レベルって今世界的に見ても2社しかないです。そう、みんなタンナーが言ってます。 ADMJ とこことここだけだよねイタリア人が言うから間違いないです。そう。そのぐらい、このモーツァルトを使えるところがないんです。まあ、でも、ラグジュアリーが使うともう本当70万、100万。何を言ってんの小林さんって思うかもしれないんですけど、ぜひ店頭を見てみてください。はい、これモーツァルトだよねって、モーツァルトお持ちの方はね、それ見るとわかると思うんですね。はい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 。そうすると、嘘、小林さん大丈夫？それで会社運営できるって、本当にこの価格、思われちゃうかもしれない。でもこれ、コレクトプライスです。いや本当？はい。ADMJ 的にはコレクトプライスです。はい。なので、この革の良さ、ね、違う回でも申し上げてたんですけど、職人が縫う時に「いい革だよね、いい革だよね」って本当歌えるぐらいの革です。はい、いやもう見てください、このオーラ見て、この柔らかさは手にしていただきたいです。色、これがブラック、はい、今ぐるりを見ていただきまして、置きます。で、前にあるのがマーキュリーモーダのクリスタルパーツです。はい。で、ここを開けますとこうなっておりまして、はい、それが上に見ていただくとこういう形、このカーブもすごいことだから、はい、釣り入れて、はい、開けました。はい、彼らのシャンパン、ちょっとなんかすごいな、これ。いや本当に、決してお安くはないけれども、はい、オンエアの時って市場価格と比べちゃいけないんですよ。そうだね。なんかルール的に。はい、だから、はい、ADMJTV みたいに他が100万で出してるよとか、そんな下品なこと言っちゃいけないんだけれども。だけど、ね、はい、これどう表現したらいいんですか、専門家的には。ちょっと考えさせてください。すごく大事なことだから。オンエア上で言う場合でしょ。そうですよね。いや、もう本当それは本当に難しいですよ。他者比較はできないし、他者誹謗もできないし、できないけど、だから本当にいいことだけを突き詰めていくしかないんですよ、正直言うと。言えないの。でも、見てらっしゃる方は分かってくださると思うし、もういつも通りの小林さんでお伝えすれば、きっと初めてご覧になった方でもわかると思うし、で、ある意味本当私よく言われる、友達に、いや、なんか、玲子がね、やっててねって、で、すごくいいって言うけど、やっぱちょっとエリメそんなに、気軽に買える値段じゃないじゃんって、何を言うって言って、私はもう初めてそこで、ねって言って、私はさっき出たような話をもっとリアルなブランドネームを言って、友達に言うと、そうなんだって。で、やっぱそれでみんな考えてくれたりとかするし、難しいよね。難しいけど、でも多分そういう、いわゆるラグジュアリーブランドで買い物をしてる人だからこそ、多分もしかしたら、もうブランドネームがなきゃ生きていけないような年齢じゃなくなってきてるから。そうですね。若い頃ってそれにちょっとしがみつかないと、自分の格好がつかない時代が、ちょっと20代、30代あったかもしれないけど、今はもうこの年齢層になってくると、自分の目で選んだいいものってきちんと伝えられるものの方が価値あるものとして持ってる人のちゃんとなんか身になってるんじゃないかなと思うんですよね。本当に10個買えるなっていう。そうですよね。いや本当にそういう時代になってしまいました。いやでももしかしたら ADMJ を1個買われた方がこれは一生ものの相棒として丁寧なものづくりだからこそ綺麗な佇まいが、今私が持ってる古いものはもう30年近くになるじゃないですか。それでもまだ使えるという素晴らしさなので、もう本当に迷わなくていいよみんなって言いたい感じですよ。そうですね。はい、ありがとうございます。こちらブラックでした。はい、お隣、はい、マルテス。マルテス。モーツァルトの中の新色です。マルテスのマーキュリーモードはちょっとこうオパールのようなね、乳白色のクリスタルがついています。そして一周してみましょうか。このナストロティースピガートもこのね、アズールとサックス系とこのベージュがマルテスになんでこんなに合うのって、本当に。そう、教えて。怒ってるね。教えて、ハイジみたいな。綺麗ですよね。素材の良さがしっかりと伝わる一品になっています。そして内側は、彼らのトープとスカイブルー、しっかりとしたスクエアに見えるんですけれども、柔らかさ、皮の柔らかさがあるので、本当にこれね、ギュッてやりたくないですけどできちゃう。そうなんですよ。すっごいしなやかさがあるのに、厚くて軽くて使っていくうちにツヤが出てくる。そうなんですよ。これは本当にカルティドスバリア社は秘密が多くて、何にもそうなんですよ。いろんな写真ちょうだいって言っても何にもイメージ写真しかくれなくて、営業のおじさんも写真イケメンだから撮らせてって言ったら「ノー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 」みたいな感じで全然ダメなんですけれども、スペインの旦那、やっぱりスペインはね、エントルフィーノとかすごく皮がまあ昔から何百年も歴史があるところなんで、このカルティドスバリア社の技術っていうのは素晴らしい皮のものづくりを、まあ、スペインだからこそしてる。イタリアのすごくいいタンナーは、一部本当にちょっと信じられないんですけれども、中国に生産基地を移したりしてるところもあるんです。でもこのやっぱりスペインのタンナーだからこそ、スペインのままでこのものづくりをしてるっていう、こう続けられてるっていうのが、まあ、私たちと共感するところがあって使っているんですけれども、やっぱりモーツァルトいいよねって、社内のスタッフも見れば見るだけいいっていうのが、そしてダウフィン。ダウフィンすごいね。そこを乳白色にして全身そのちょっと白さでまとめ上げてるのがすごい素敵ですね。ゴールドベージュ。これどれ人気になっちゃう。実は稲垣さん、ブラックは ADMJ のコレクションの中でもう展開してたんですけど、このマルテスとダウフィンはショッチャンネル初めて出てくるお色なんですね。そう、確かにマルテス、ムーンやクラウド、シエナ、フォレストはコレクションで店頭でもご覧いただけると思うので、もし他の色が気になるわっていう方は、広田とか岩瀬とか山下とか岩田とかそこの店長に電話していただいてご覧いただけたらと思うんですけれども、店頭でももちろん展開しているものなので、ただこのマルテスとダウフィンに関してはショップチャンネルさんで受注発注っていう形になります。この色いいね。いいですよね。でもやっぱり安定のブラック。もちろんでございます。ブラックのナストルティ・スピガートのブロンズってね、なんてコーディネートしやすい。ね、本当そうですよね。ぜひ世界一モーツァルトが似合うものとして。急にやめてくれる。そういうことすごいズーン、責任ズーン。でも本当に長く使わせてもらってる23センチボストンがもうだいぶ味わいが出てきたの。そしたらね、20代の姪っ子がそれが欲しいと。で、形の話かなと思ったら、形もなんだけど、他の皮のものかなとか思ったら、その皮がいいって。若い人って本当に価値が集中していて、すごいほら短パとかさ、いろいろ言うじゃないですか。だから私たちとはもう全然違う視点でものの価値を見出してるので、世界一モーツァルトが似合う女としてやっぱいいですね。そう世界一かどうかわかんないですけど、でもこのバランスがあってもこのバランスは本当にどなたでも本当になんか楽しく自分をちょっとこう輝かせてくれる素敵なものになってくれる。ちょっと私も持ちたくなった。持つて。ちょっと太ってる。いやもう太ってるよね。58歳。お互いちょっともうほら下っ腹がね。横に立つのが嫌だ。この色がいいね。可愛いね。いいね。似合う色だね。でも絶対あれも似合う色だよ。でも私なんか今回マルテスかなって。なんか白いこういうほらお洋服にもバッチリじゃないですか、マルテス。ぴったり。ね。ダウフィン。これも似合うと思う。ダウフィンやっちゃっていい。両方ちょっとやってみる。じゃあちょっと。絶対多分マルテス。どうぞ。今日ベージュのニット似合うんじゃないですか。ちょっとジャケット着ちゃったから。ダウフィン私だね。出たよ。ほら、黒いね。黒脱出できそう稲垣さん。脱出。ほら、あ、ほら。た。この色？うん。脱出できるよ。今目が本気でしたけど。やっぱ私は。あと、ちょっとあんまり、今だから言っていい？ちょっと私にとっては、なんか、お嬢様っぽいからこのデザインと思ったんですけど、モテるかな？そう。バッグから変えよう。そうだね。もう中身はどうにもならないし、年も年だし。なんか、フェミニンじゃないですよね。バッグだけ見るとフェミニンだけど、これ大人の私たちが持つと全然フェミニンじゃない。そうですね。なんだろう。ちゃんとなんか、いけてるよ。なんか、結構人生勝ち組成功してきました。みたいな顔ができません。全然私違うけど。素材がいいってことなんですよね。そうだよね。そこなんだよね。素材とデザインだよ。素材がいいってことで。そして、お揃いの一旦、はい、ショップチャンネルさんのネットではもう完売してしまって、あと1個ぐらいしかないのかなそれで、今の時点は、でも、オンエアで追加することになりました。バイヤーがあまりにも人気なんで。はいはい。で、今回今、サンプル2色しかないんです。これ、ブラックですね。ブラック。はい。で、それぞれのバッグに合ったお色も展開しながら、はい。追加。はい。追加。オンエアでご紹介して。やった。そうなんですよ。このお財布。ぴったりじゃない。この、なんかやっぱり ADMJ の新しい作法は、バッグとお財布をお揃いにする。それが ADMJ の作法ですって、オンエアで言ってみようかな。言って。絶対忘れないで。今っていうだけに言って、私が、テレビのこっち側から、今って言うから、その時にちゃんと言って、ビビってテレパシーで言った時に私は家で今って言ってる時だと思ってください。でもお客様みんなも、今よって言うタイミングを、全員で送ってください、私。そして私が多分感じると思います。でもそれ誰が当たるんだろう。でもそれやってる人がいたの、14万人の人が一緒に、春分の日かな？春分の日に、祈るっていうのをやっていて、それぞれ願い事は別でいいんですよ。でも、同じ時間に祈るっていうことをすると、それが叶うんですって。あったあった。なんかなるべく多くの人が。見たの？いや、見てないですけど、それをやったっていう、後日談を見て、で、男の人だよね。そうそうそう。天皇陛下のホームっていうのが別の番組で私見たことがあって、はい、本務って本業のね、業務ね、はい、で祈りなんですって。そうですそうです。ですごい時間ね、はい、国民のために、はい、すごいんです。大変な業務が私が知ってるみたいなけど、そう大変な業務が私たちが知らないところでやっぱり祈ってくださっていて、それを私知った時に本当になんか別に私いろんなその公務だけじゃないってことね、公務だけじゃないことをされてるっていうのを知らなかったので、ありがたいなと思いながら、その、知識がありつつ、その人がトライしたことが14万人の人が一気に祈るっていうことを春分の日かななんかにやっていて。いやなんか参加したかったなって思って。実は私、ちょっとそのライブの時に、チロッと入ってみる。でも全然その、前知識がなかったので、たまたま見ちゃって、今なんか、そんなことやってんだと思って、へーって言って。だからなんかちゃんと最初からきちんと見てれば、なんかその人が、なんだっけ、ああいうのって、メディケーションっていうの、なんか話してくれて、今なんとかです、なんとかですって、今あなたはどこどこにいますみたいな、スーッとみんながそこに入っていけるような、なんかなってたみたいな、やってた。みたい。途中でちょっとよくわかんないから、出たり入ったり、してしまったけど、なんかその後日談を聞いて、そういうことをやったっていうから、すごいなんか祈りって、すごいなと思って。で、それだけの人数が集まったってことでしょ、そう。結果。だからライブ配信中に14万人が集まって、一気にそれをやってすごいエネルギーだと思う。そう、すごいエネルギーですね。ねだから、そういう、祈りもそうだけど、同じ、多くの、なんていうの、歴史的に、はい、多くの人が同じ、振動もそうじゃないですか。こうやって足踏みをして、橋を渡ると、橋が崩れるとか、本当に歴史的にあったことって、やっぱり振動とか祈りとかってすごく近いから、なんかそういうことをやってる人がいるんだな。ちょっと待ってよ、今その話なんでなったんだっけ。みんなが今よ小林さんって言ったら何て言うんだっけ。ADMJ の新しい作法はバッグとお揃いのお財布を揃えることです。今この ADMJTV を見てる皆さんでしか本番に楽しめないネタです。覚えておいてください。でもみんなが祈ってくれないっていうか指示を出してくれないと私感じられませんからね。ごめんね、バラバラに出てくるかもしれないから頑張ってね。はい、ということで、こちらのお財布、色は、はい、じゃあ、それぞれにあるの？そうなんです。はい、ブラックマルテス、はい、ダウフィン、そしてクラウド、はい、ポーレンがございます。わかりました。はい。はい、もうね、ずっと心配するヒラルちゃんがね、見てるの、時計を見てるから、時間なんだよね。余計なことをね、私たちが話すから。そうね、ちょっとその、お話の違うことにね、ちょっと後で裏で話すわ。はい。熱中してますから。はい。そして、やーい、やーい、まずこういう季節がやってまいりました。はい。パーリア・シンテティカ、イタリア、イタルテッシル社、ナストルスピラートの会社が、やはり織物の機械から開発しているので、この新しい、コットンとナイロンの混紡の素材で、カゴ。はい、ですよね、もうね。一瞬見た目は、はい、多分、こう、画面だけとか写真だけだと、カゴって思われるかもしれない。触ると違うのよ。ね、つるっとして。私もこの、はい、ブラックのタイプの大きいサイズを使ってるんですけど、はい、最高。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 これ実はこういうふうに。はい。巾着の蓋がついています。なので、ブラックにはゴールドベージュの巾着、はい、そして、中は一応ちょっと中を見てください。ごめんなさいね。はい。のストラップと、で、こちらファスナーポケット。そしてバンブーハンドル。はい。バンブーハンドル。はい。そして、ガラスビーズのリトルバイリトル。ワンゴーザロングウェイ。はい。千里の道も一歩から。そして、黒蝶貝のエンブレム、レーザー加工した、もう全部のっけ、ADMJ の技術を全部集約した。全部のっけですよ、これは。はい、こちらがブラック。もう一色。ナチュラル。はい。ナチュラルの、革のトリミングはブラック。そして、ハンドルはナチュラルですね。そして、ガラスビーズはホワイト。のガラスビーズを使って、エンブレムは白蝶貝にレーザー加工したものを使っています。いや、これ出てくるんだ。サイズはこれのサイズだけですね、はい、今回。小さい方ですね。はい、そして、巾着、ブルーの巾着がついています。ヒラルさん、実は、この、そう、なんかちょっと気になったんだよね。はい。これね、角紐なんですよ。あ、本当だ。これもイタリアアレックス社の角紐を使っています。そうだったの？そうなんですよ。嫌でしょう、ADMJ。嫌だもん。そうなんです。細かに全部。そう。全部何もかも。こういうのが当たり前で普通でできていますけど、やろうと思ったらできないこと。そうだね。本当、真似しようにも真似できないってことですね、これがね。そして、はい。内側はシャンパンのカレラになっています。これ本当にこの巾着を使って中見えないにするときでもよし、これもペタッとこの側面にはわしてしまって、ポンポンポンとこの時に物入れちゃってもありってこと。意外に私こうやって使ってます。大丈夫？あ、珍しい。私、てっきりこれでやっちゃうタイプかと思ったら、今回は。やっぱりそれで使うと、内ポケットが使えなくなっちゃうので、意外にこれで、開くしね。そう。ここがね。で、私大きいタイプ使ってるんで、大きいタイプに入れすぎるとこうなるんですよ。でも、こうなった時に、入れすぎても、ここでチュッてすると、戻るんだ。戻るので。圧縮袋になっちゃう。そう。なんで、意外にこれ使って、ちっちゃい、こちらのタイプはそんなことは起きないと思うんですけれども、なんで意外に使える。大事だったんだね。柔らかくなってくるんで、これが。そうなの？そうなんですよ。ちょっとなんかふわっと可愛い形にまたなってまいりました。おしゃれ。ちょっと友達もしましょうか。はい。ありがとうございます。おしゃれだね。もうなんかもう形がおしゃれだから、何にもできてない自分でもおしゃれになれそうな気がする。今から持ちたいですね。いいですね。なんか夏、暑いですけど、今からちょっと気分はね、はい、バスケットを持って、はい、どこ行きますか？ごめん、今本当にくだらないこと言いそうです。そうです。違う、明日私バスケの試合を観戦に行くんですよ。たまたまね。たまたま。言いたいことが分かりました。もう言わないんだから。もう言わない。どこ行こうかな。どこ行きますか？いや、もう、まずは、本当身近なところからスタバに行こう。スタバにこれ持っていくんです。最近、スタバに行くのが唯一の贅沢感で、そんなことでも喜びを感じられるような62歳になりました。でも、スターバックスコーヒー高くないですか？高いけど、なんかだからこそちょっと贅沢しちゃったな、今日は疲れたな。自分で入れるな。なるほど。コーヒーは。薄いコーヒーが好きなので。どこ行きますか？私ですか？常に、この方、どっかでコーヒー頼んでも、すいません、あと半分をお湯で割っといてください。お湯割り、コーヒーのお湯割りですね。どこ行きますか？私は、そうですね、このバスケットだったら、ちょっとなんか、美味しいランチでも行きませんか、稲垣さん。いいですね、ランチ。はい。ランチタイプですね。うん、ランチに。ランチパークとか言いそうな。ランチに行きませんか？はい。ねえ、はい、行きませんか？あ、行きませんかって誘ってくれてるの、はい、行きましょう。うわ、本気で誘ってるのに。本気ですか？そうですよ。最近行ってませんね。そうそう、だから行きましょうよ。最近恥ずかしい撮影隊行ってないじゃないですか。いや、もう、本当に忙しいっていうことが嫌いだから、言っちゃいけないんですけど、はい、週末、ほら、テニス始めちゃったから。そう、でもそれは大事です。やってください。私もちょっと5月終わるまではちょっとパツパツなので。6月になって。あ、もう今、でもこれ、配信6月ですか？そう。あ、もしかしたら、今私たちはランチをしている時かもしれません。はい。そうですね。いいですね。ぜひ皆さんもこれ持って、お友達とのランチを楽しんでくださいまし。ね、6月末にご紹介できるので、ちょうどいいタイミングで7月、8月過ごせると思います。第1弾、ここまでですか？はい。こちらまでです。数は少ないのに長くなってすみません。いろいろなよもやま話も入りましたが。そういういらないところは通用してください。6月24日の月曜日、17時から。また第2弾を収録するときには、キャストさんのお名前も出るかもしれませんが、ぜひとも皆さんね、この時間を楽しみに待っていてください。もう、モーツァルトのいい話も聞けましたし、ね、いろいろと皆さんね、これからの季節を楽しんでいただけるアイテムが出てくるかと思います。小林さんの出演も本当毎月楽しみだし、今回はみんなが念を送るという、私たちも。皆さん送ってくれないと私感じられませんので。大丈夫、送る。本当ですか？はい。任務がありますから、皆さん一緒によろしくお願いいたします。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。